宮原上水場は、広島県呉市にある、呉市上下水道局が管理する上水場。呉湖を見下ろす、936付近にある。西側が呉市中心部にあたり、付近に海上自衛隊呉基地関連施設や、IHI 関連企業、国立病院機構呉医療センター、入泉山公園、複数の高等学校などがある。近代水道100選の一つ。1890年大日本帝国海軍の軍用水道、呉鎮守府水道創設時から、ある上水場で、西日本において最初に竣工された上水場である。敷地内の低区排水池は、国の登録有形文化財。現在市内への給水の他に、工業用水道としても供給している。2011年現在。1945年戦災害教図。下地図で位置を確認すると、宮原上水場自体は、被害はなかったとわかる。上水場左下の敷地が、呉海軍工廠であり、被害に遭ったとわかる。1950年代に、アメリカ軍が作成した呉市中心部地図。宮原レザボアと二甲川が確認できる。二甲水源地はこの地図より北に位置する。1886年海軍区が制定され、呉鎮守府が置かれることになり、安芸郡呉港は軍港として整備されることが決まった。そこで海軍へ安定した上水を送る軍用水道、呉鎮守府水道の建設が決定した。1888年12月着工、翌1889年9月竣工。呉鎮守府建築委員会による工事で、設計技師は山崎源次郎と福岡誠一郎。呉市中心部を流れる仁賀川下流域の大字、総山田村字東仁賀平港に水源を設け、海軍敷地内であった、ここ宮原上水場まで運ばれ上水し、鎮守府関連施設に送られることとなった。水源取水口が、総山田村一帯へ農業用水を送る、灌漑用水取水口の上流に設けられたため、以降、総山田村一帯で、農作物被害が確認されたが、呉鎮守府は補償に取り組んでいる1890年3月、通水開始した。同年4月21日呉鎮守府会長式が行われている。なお、呉市水道としては1918年4月呉鎮守府水道の余剰分を分与される形で始まった。つまり、呉鎮水道通水年ではなく分与された年が、呉市としての正式な水道の始まりとなっている。そのため、近代水道として、実際は横浜、函館に次いで全国3番目の創設ではあるが、記録の上での創設では34番目になる。呉鎮守府水道の拡張工事は竣工後からすぐに行われ、第1期は1895年9月竣工、第2期1901年3月竣工、第3期1923年9月竣工と次々行われ、これは終戦まで続いた。第2期拡張工事後から、本上水源地からも取水を開始した。この間呉市は、1905年6月芸予地震、1945年、呉軍港空襲をはじめとする、市街地の空襲、同年9月枕崎台風と大きな被害に遭遇し、壊滅的な被害を受けている。終戦後、呉にイギリス連邦占領軍司令部が置かれ、旧呉鎮守府水道は、呉市が一時使用許可を受ける形で運用され、BCOFに上水を供給した。1950年旧軍港支転換法施行に伴い、1954年12月までに、旧呉鎮守府水道は、国から呉市に移管された。以降、市水道施設との一体化を図るとともに、工業用水道も整備され、1962年敷地内に、呉市工業用水道事業の施設が竣工した。1983年敷地内に、県水道、秋灘地区水道用水供給事業専用の施設が竣工した。老朽化により、呉市水道局の施設は更新され、1986年に、登坂上水場が廃止。以後、1997年に石内上水場が廃止、2003年に本庄上水場が廃止、2013年に平原上水場が廃止されたため、宮原浄水場は呉市唯一の基幹浄水場となった。ありがとうございます。